はい、皆さんどうもこんばんは、山ちゃんでございます。深夜の撮影といえば ATV 群馬さんでございますけども、今回ですね、皆さんにちょっとイベントの情報はい、はい、お伝えしたいと思いますので、根岸さんよろしくでございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、根岸さん、えもう後ろみんな探してるじゃないですか。そうです ね、 ね、今日まだちょっと早いです。早いえねえ、いつもならあれですよ、もう撮影するのに仕事止めてもらうんですけども、そうですね、あまりの忙しさそんな止めてられないよということで、はいはい、まあ、作業の、ね、ことも入ると思いますけども、はい、まあ、みんな気にせずに、テロップ入れていきますんで、聞こえなかった時はテロップ見てください。はい、今回 ATV 群馬さん、はい、ジャパンキャンピングカーショーが終わり、はい、終わりました。次のイベント、はい、何の出展、今回はですね、うん、3月といえば、はい、東北。東北、はい、東北は、はい、どこだっけ、仙台の、はい、宮城メッセ、夢メッセ宮城、はい、あれ、え、宮城メッセじゃなかったですか、宮城メッセ、夢メッセ、夢メッセ宮城、あれ、はい、あれ、ごめんなさい、すいません、テレプでお願いします。すいません、もうぶつけ本番なんで、はい、そこで3月の18、19ですね、18、19土日、イベント、まあ、東北キャンピングカーショーっていうやつですね、はい、はい、こちらの方に、ATV 群馬さん出展するんですけども、はい、珍しいですよね、東北。何年かぶりですよね。昔はよく行ってたんです、東北は。うんうん、はい。ということは、まあ、ATV 群馬さん、久しぶり。久しぶりですね。ね、あそこの会場。気になるのは、何を出展するか。はい。当社のですね、うん、フラッグシップ、はい、RS プレミアム。あ、プレミアム持っていく。持ってきます。はい。それからですね、うん、やはり、経営の、はい、キャンピング車、泊車、RS1、WX。はい、WX、アトレですね。アトレですよね、はい、そちらも大人気な、はい、WX、はい、持っていくよと、はい、いうことなんですが、じゃあ2台出展、今回は2台出展します。ジャパンの時にはたくさんドーンと、そうですね、出展して、はい、新しい MAX から、はい、トレーラーから、いろいろ出しましたけども、どうでした、お客さんの反応。ものすごかったです。おう、ものすごくもう見ていただきまして、はい、4日間っていうか、はい、月曜日もう終わりかけの頃、皆さんヘロヘロだったでしょ。もうね、限界だったですね。さすがに4日間長丁場でしたけども、まあ、お客さんたくさん来て、そうですね、その後の、はい、反響がこれと。そうです。なんかもう皆さん夜遅くまで、作業やってますけども、はい、まあ、今回ね、マックス出しましたけども、マックスどうでした、お客さんの反応。マックスはですね、うん、もう反響が良かったですね、うん、であとやはりね、うん、色目、あ、色目、うん、まあ、今の雰囲気に合ってたのかな、黒で内装が、うん、全体的に黒なんですけども、うん、その中に焦げ茶の木目とか、はいはい、ね、おしゃれな感じで。そうですね、私どもが、うん、あれはですね、何をコンセプトにしたかというと、はい、人数を寝かせられる車、中でね、そうです、はい、うん、基本はそこなんです。 K の、車中泊車の、はい、ちょっとお兄ちゃんタイプっていうんですかね、はい、そこがコンセプトなんですね、うん、はい、まあ、今回ね、あれ、ハイエースの、ワイドの、まあ、ミドルルーフと、はい、いうことで、まあ、1ナンバーを8ナンバー、そうです、したわけですけども、はい、まあ、そういうメリットもあり、はい、みんながゆっくり寝ることもでき、そうです、ポータブルバッテリーで電源供給しと、実際に今日の午前中もお客さん見に来てましたね。そうです、ね、平日でびっくりしましたね。そうですね、うん、東北じゃなくてその次のイベントに持っていきますからね。あ、なるほど、はい、まあ、東北がね、3月の18、19なんですけども、はいはい、その次のイベントも予定していると。そうです。いうことで何でしょう。ですね、その次は、はい、埼玉県、浦和溝のイオン、こちらの方に、翌週、その翌週ですね、はい、持ってきます。関東キャンピングカー商談会。そうですね、in 浦和溝の、溝のみたいな。そうですね、それが3月の25、26、ですね、20、そうですね、25、26ですね。それが終わりましたら、うんうん、1週間空けて、はい、4月の第2週になるのかな、うん、8、9、はい、ここがですね、うん、西東京、西東京、はい、はい、うん、日の出イオン、あ、日の出インターンのとこだ、はい、はい、そうですね、うん、そこでやはりそこも3台持っていきます。3台持っていく、はい、じゃあ、浦和溝のと、はい、日の出は、はい、まあ、イオンの駐車場ですけども、 そうです、そちらは3台、3台、ハイエースの、うん、スーパーロング、はい、RS プレミアムと、はい、ミドルルーフマックス、おお、マックス、お、それとやはり WX、 WX、 あとはい、あとですね、はい、うまくすれば、うん、エブリのプラスも持ってます、うん、プラス、RS1 プラスを、はい、持っていこうと、持っていこうということで、まあ、まあ3台か、まあ、4台、4台、はい、
やれるかなと思ってます。持っていこうと。やっぱりこう人気な車種。そうですね。ねえ、イベント続きますね。そうですね。でまたその後4月。その後もあるの。はい。大丈夫？うん、大丈夫ですね。4月のね、うん、22、23。はい。ここが神奈川、はい、キャンピングカーフェア in、うん、川崎競馬場。ああ、川崎競馬場ね。そうなんです。久しぶりですよね。本当に久しぶりなんですよ、ね。うん、昔よくね川崎競馬場行ってたんですけども。はい。ちょっとこのところコロナでできなくて、あ、そうですよね、あれが復活して今年開催 になります ね川崎競馬場私も何回か行きましたけど、はい、すごいお客さん来ますよね、あれね。そう、駐車場でやるイベントですけども、はい、ここには2台、2台、はい、車、うん、車はね、あのハイエースと K を1台持っていこうかなと思って、うん、K は K の中でどれか、はい、ハイエース、ハイエースの中でどっちか。そうですね、はい、お待ちしよう。まあ、ゴールデンウィーク前はそんな感じで、うん、はい、あの各週もしくは毎週、はい、イベントこれからやってます。だってもうその次ゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィークも実は予定はしてるんです。あら、はい、ゴールデンウィーク何あるの。ゴールデンウィークね、ちょっとまだあの、うん、お誘いが来てるんですけども、はい、一応もう行く予定で、はい、うん、予定しますけども、うん、小田原、小田原って小田原城の小田原城の小田原、うん、そこに345、はい、出店するということで、はいはい、そちらにイベント行きますね、出るというところで、はい、武者行列みたいなのあって確か、はい、すごいお客さん来るんですよね、小田原城ね。そうなん、普通のイベントじゃないみたいぐらいすごい大にぎわいみたいですよ、はい、そちらに出店すると。そうなんです。おお、それ初ですよね、多分。それは初なんですね。ね、はい、楽しみですね。そうですね、うん、もうゴールデンウィーク遊んでらんないですよ。バンバンやります。頑張ります、はい、聞いてますか社員さん、みんな聞いてますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか社員さん、なんか聞いてますか、ちゃんと話、後ろで笑ってる人いますか。それで、ね、その後にまだある、まだあります。まだある、はい、九州行きますよ。九州行く。九州大丈夫ですか。もうね、うん、皆さんに会いに行きますから。行く、ね、どんどん動いてますんで、はい、九州といえば、はい、あ、ここだっけ、どこだっけ、熊本。あ、そうかそうか、熊本だですね、うんうん、グランメッセ、グランメッセ、はい、はい、マスキインターのとこですかね。そうですね、はい、マスキ熊本空港インターね。山ちゃん、そこはあのすいません、ひどいがもうそこまで記憶がございません。ちょっと飛んじゃった。あの5月の20何日だったかな、テロップお願いします。はい、テロップいただきましょう。5月の真ん中ぐらいでした。あ、まだですか。すいません、はい、真ん中、後半、後半じゃなかったかな。でしたね、多分ね、九州キャンピングカーショー。そうです、ね、そうです、熊本でやってるやつですけど、そちらもとうとう出る、行きます。あっちゃー、もうっていうことはもうずっとじゃないですか。そうですよ、6月も4月も実はあの予定を一応あらかじめも大体分かってるんですけど、はい、ちょっとまだここが不安定なんで。そうですね、ここのところはまた改めてご紹介しますということで、はい、ね、まあ、あのこんな形で、全国、はい、東北からスタートし、はい、九州まで一応決まってるよと。そうなんです、まあ、全国というか地方をね、あのいろいろ行ってあの実写をね、はい、見てもらって、はい、ね、はい、楽しみにしてもらったのと思います、はい、ということで根木さん、今日はどうもありがとうございました。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。